壁画に描かれたケサルケサル王伝あるいは、ゲセルハーン物語は、チベット及び中央アジアにおける主要な女児子である。現在でも140名余りのケサル銀遊詩人によって歌われており、現存する数少ない女児子の一つとしても価値が高い。この女児子は、約1000年前のものと推定され、ユータンの王ケサルと彼が治めたという伝説の国リン王国について語られている。 なお、ケサルとゲセルはそれぞれこの物語の主人公名のチベット語読みとモンゴル語読みである。この女児詩は現存するものの中では世界最長の文学作品と考えられている。現在のところ最終稿と呼べるものはないが、仮に最終稿が完成した場合、話数は約120ペン、陰文詩の数は100万以上、単語数は2000万語以上という膨大なものになると、 推定されているこれは、140ページあたりに単語が5万も入ると、仮定すると、全体では5万6千ページとなる計算である。一部の学者は、カエサルの物語がモンゴルに伝わった時にケサルとなり、それが、さらに派生して、チベット名のゲセルとなったという説を提唱した。当時、モンゴルは、東ローマ帝国と同盟を結んでおり、 カエサルはその東ローマ帝国皇帝に与えられる称号の名でもあった。この説は、ある意味ケサル王の人物造形がローマ皇帝をとにしているとも受け取れ、20世紀になってからこの女子史に関心を持つ西洋の学者を増やすきっかけともなったが、この説の信憑性自体については疑問視する意見も多い。 ゾロアスター教典アベスターの中にゲセルという伝説の王が登場するが、教典の成立は、チベット語、トルコ語、モンゴル語への翻訳の数世紀前に遡る。インドイラン祖語の、の音素は、古代ペルシア語では、必ず、エス、であった。そこからこの人物名の祖型は、おおよそがシャルとなることが、推定される。これは、インドヨーロッパ祖語とは、 異なるところに橋を発していると思われ、エラム語やシュメール語から派生した可能性がある。アッカド語文献中で最も響きの近い神の名は、キシャルであるの三人の姉で、それぞれ母ならん五本の両脇と、へそから生まれたうちの一人とが同一人物であることを、示唆する。ケサルには、リンのケサル、リンケサル、ケサルノブタトゥル、さらに、それらの編集を含め、様々な呼び名がある。 ケサルは、チベットのムクポ・トンキキュパムクポ、ドンギグリムパと呼ばれる部族の祖先とされている。中国社会科学院の少数民族文学研究所に所属する研究員で、ケサルについて研究している中国人学者のリレンサ連栄は、長年にわたり、チベットの学者にとって、ケサルに関する記録は、史実と認識されてきた。と語っている。ここ数世紀、 チベットの学者たちの間ではケサルは、西暦1027年生まれとの見解が主流であり、この見解は19世紀の歴史家、タクゴンパクンチョクテンパラプギエブラグダガンパスカルディーコン、マクホグブシュタンパスカル RAB ジアスの著書、アムド宗教史、マデュスマットチョスベビン中の考察にも現れている。他に、ケサルが活躍した時代を東大初期とする説もある。しかしリは、 未だ多くのチベット学者が、ジョジシを信頼に足る、歴史的資料であると考えてはいるものの、そのような見方は変わりつつある。と述べている。リが2001年に発表した、論文、歴史とチベットのケサルジョジシには、20世紀の間、ケサルは実在人物なのか、あるいは実在人物をモデルにしたものか、その場合は誰がモデルか、 このジョジ詩の最初の作者は単独人物か、そうだとすればそれは誰なのか、いつごろ執筆されたものかについて、近代の学者により提出された幅広い仮説をまとめてある。理は記す。このジョジ詩のあらゆる面への研究手法が洗練を増すに、つれ、いつ確立されたのか明確な起源はなく、逆にこのジョジ詩は、長年の積み重ねによって作られたものであることが明らかになった。 原点を探す試みはこの積み重ねの過程を解明することにとって変わった。また次のように続ける。半世紀近い研究により、学者たちは次の三つの点に基本的合意を見た。一主人公のリンケサルは実在した人物である。もしくは複数の歴史上の人物を合成してできた人物である。日ベッドで伝承されている物語が元となり、 他の民族の間で伝承されている数々の物語へと分岐していった。分岐したものは各民族独自の文化、風習などを含む3多くの見解が存在するものの原点の起源となる時期についての基本的合意がある。理は原点の起源となる時期について学者仲間であるジャンベン・ヤツォが唱え通説となっている説を引用する。原点は最初に成立した後、 いくつかの重大な段階を踏んで発達を繰り返してきた。初めに原型が生じたのは、歴史上で言えば、チベットの部族社会が分裂を始め、奴隷制の国家権力が確立された時期であった。これは、紀元前後から5世紀もしくは6世紀までの期間にあたる。そして、トバンの統治下の時期、つまり7世紀から9世紀にかけての時期に、 ケサルの物語は徐々に形成されていった。その後、ドバンが崩壊した10世紀以降、ジョジシはさらに発達しるフしていった。李は続けてこう記している。物語の形成を10世紀から11世紀にかけての時期と限定すると、文学としての発達史を誤って、交渉ジョジシの身に返してしまうことになる。さらに、このジョジシには、10世紀ではなく、 6世紀から9世紀にかけてのチベット社会の様子が反映されている。よって歴史上の英雄たちの寿命をもとに原点の起源について満足のいく結論を導くのは無理がある。ジャンベンは原点の起源は民族文化に基盤を置くと指摘している。ジャンベンの推測によるとジョジ史の誕生前にチベット民族は天地の成り立ち、民族の起源。 民族の英雄を語る数々の物語を保有していて、これらをもとに創作されたのがケサルであり、初期にはドゥンスカラングという名でも知られる人物であった。それがさらに語りべ、特に銀遊詩人たちによって表現を調達され、ケサルは優れた物語になっていったのである。チベット語で、リンとは、島を意味するが、大陸という別の意味も持つ。この物語の神話的、 空和的要素により、場所や時代の特定は難しく、古代連王国についても場所の候補がいくつか存在する。しかし、チベット人の専門家と中国の漢民族の専門家の双方が、四川省西部関西チベット族自治州の特格圏の草原地帯にあるアスアク州という町が、ケサル王の出身地として最も有力であるという点では、大筋で合意している。 この地は今も歴史に名を残すン山王国が存在した地方にあり、少なくとも15世紀初頭から東チベットにおける要所であったことが分かっている。一方、ケサルの魂の山は現在の青海省五六チベット属自治州にある有名な関節山である姉マチンさんである。チベットに広まっている物語の中では林王国の立地は 東チベットとされている場合が多く、さらに特定されているものでは、ディブリ川とザザ川に挟まれた地域とされている。これはまさにサン,ン王国が20世紀まで存在していた地域と合致する。ケサルの女子詩には、リン王国に君臨する超人的な戦士が近隣のホル王国と戦争を繰り広げる様が描かれている。こうにより移動はあるものの、話の始まりはしばしば、 世界の創造及びチベット戦士についての概略である。そして古代チベット帝国時代に存在した三大法王の手によりチベットがバンチから仏教国へ変わっていったとする伝承が短く続く。中でも特に功績のあった人物は偉大な呪術者にしてチベット仏教の創始者と言われるパドマサンババである。パドマサンババは土着の荒ぶる精霊を沈め、 制約により人々をまとめ上げたという。それから、チベットにはびこっていた多くの邪悪な精霊や悪魔が完全にはひれ伏されていなかったために、全世界、特にチベットが混乱状態に陥っていく経緯が描かれる。その結果、世界は、獣肉や人肉を喰らう悪魔や魔物などの集団の支配下に置かれ、彼らを率いる貪欲で悪意に満ちた王たちが支配する国々が、 次々と対等する。この事態を打開するべく、ブラフマーやインドララ天井の神々は、パドマサンババのような浄土の仏教の守護神や、アミターバやサマンタバドラのような広大無辺で、関連的な経天上の神々、さらに第一つまりナーガの下に住む精霊たちと協力し、悪しき支配者たちに打ち勝つために、英雄神を天井から人の地へと派遣することにした。その役目に選ばれたのは、 ブラフマーとインドラの罰詩であった。罰詩の名は絵本により、様々な名で呼ばれ、ある項では、トゥパガサス、パスカルだが、別の項では、プトクカルポボ、トグダカは PO、最も一般的には、トゥントゥプダングラブである。この神の子はこの人にあまり乗り気ではなく、人から逃れようともしたが、結局最後には、応じることとなった。神の子は、子球の中から母親に向かって、 歌うように道を尋ねた後、母語クサゴグブザの息子として、多数の天からの同胞たちと共に出生した。母は、時に、近隣の部族から略奪されてきた美しい王女、ナーガとされるが、年老いた女性とされる場合もある。父は、林王国で敬意を集める長老の一人である、センローンセングブロンである。英雄には、ギャツアジア大社という腹違いの兄がいた。 ギャツァは勇敢な戦士として描かれ、物語における重要人物の一人でもある。ギャツァを時に中国皇帝の孫であるとする設定もあり、リンの宿敵であるホルとの戦いで戦死することになる。このリンとホルの戦いが物語の中心にして最も重要な見せ場である。幼い英雄には二人のおじもいた。一人は賢明なリンの長老で、老いたたかの異名で知られる。 チポンドンツァスプイダポンロン大社である。この子は大切な子であるとの信託を受け取ったロンツァは、まだ子供であった英雄を支えた。もう一人のおじは卑怯でよく深い悪巻として描かれているトトゥンクローさんである。トゥンは英雄を恐ろしい子だと考え、意地悪く接しようとする。トゥンは、基本的には、滑稽なキャラクターとして物語に登場しているが、 物語の中で起こる事件の多くでおとりとして中心的な役割を果たす人物である。子供時代の英雄は成長が早く目の前に現れた様々な敵を打ち倒していく。その立ち振る舞いは恐ろしいほど荒々しく、たちまち英雄と母は林から追放されてしまった。彼らはママの地にある荒野へたどり付き、そこで野生さながらの生活を送った。 小分け側をまとい霊用の角のついた帽子をかぶった。英雄が12歳になったある日、リンの時期用意と同時に、近隣部族の部族長の美しい一人娘ドゥクモ、ブルーグモの婿の座をめぐる、競馬大会が開催されることになった。この幼少時代の英雄の名は、多くの孔で、チョルジョルとされている。英雄はリンへと戻り、この大会で見事に優勝。ドゥクモと結婚しようの座につくこととなった。 またこの時から、ケサルの称号を名乗った。ケサルが王になると、まず北に住む、一食い悪魔ルツェンクルーブザーンを倒すため大規模な遠征を行った。ケサルが、この遠征のためにリンを離れているヒマニツマは、ホル王国のクルガルグアダカ王に囚われてしまった。ケサルが、長期の遠征から帰還し、この事件を知ると、呪術を使って、ホル王国の宮殿へと侵入し、 国王を倒して妻を救出することに成功したのであった。これらの二つのエピソードは物語に登場する四回の遠征のうちの初めの二回である。この四回の遠征で四方の四敵のそれぞれと対決していく。残る二人の敵はジャンチャンのサタムサデカメートル王とモンモンのシンティシンクリー王である。この後、ケサルは十八の王取りでの攻略に挑む。 それぞれの砦の名は、孔や銀遊詩人により異なるが、タクシクスタックグジグとカチェコチェについては、ほぼ必ずどの孔にも登場する。その他にも多くの砦がこの時に破られている。ケサルが80歳になった時唐突にケサルが地獄へと落ちるエピソードで、物語は締めくくられる。ケサルが人の力、天井の極楽へと帰還しようとする直前の出来事で、あった。 様式においては、紛れもなく、チベット的である。この女獅子の誕生は、チベットに仏教が二度目に伝来した時期に遡ると見られるれが、物語の中には、インド密教初期の要素も含まれている。この女獅子の交渉は特に古代盆教に、縁の深い二つの離れた地域で盛んに行われており、物語の根源に、盆教が強く関わっているものと考えられている。交渉により、 各時代ごとに常に数多くの遺構が存在し続け、標準性点を書き記すことはできない。しかし、乱子属詞中で言及されている内容から見て、高渉所自史は遅くとも15世紀までには、現在の形と近いものになっていたことは確かである。長年にわたり伝承されてきた割に、文字による記録というのは、1716年に真の高規定が作成させたモンゴル語の 木版印刷が最古となっている。チベット語による文書については18世紀以前のものは確認されていない。しかしこれらの記述がそれより以前の今日までに散逸してしまった文書をもとに書かれたものである可能性は大いに考えられる。19世紀末から20世紀初めにかけて白色なチベット人哲学者ジャムヤンジュミッパムギャゾに感化を受けた林山出身の 学僧たちの手により木版印刷による版が編集された。ケサル王の物語はモンゴルでもよく知られており、またはるか西方のカスピ海沿岸地域に伝わり、チベット仏教を自らの宗教として信仰するカルムイク人たちによりヨーロッパ地域にまで伝えられた。ブータン王国の第二代国王ジグミワンチュクは、ケサルの歌い手の一人を王宮専族として常駐させた。 ケサル王殿の老将は国王が最も好む狂気特目であったと言われている。歌い手たちはそれぞれ自分の地域に伝わる孔子か知らないが、それでも全てを暗唱するには、週単位の時間を要する。チベット及びその周辺の銀遊詩人には、寝ている際に奇妙な夢を見て、眠りから覚めると不思議なことに長編であるはずの、ケサル王女子詩の膨大な節を暗唱できる能力を、 授かり、それがきっかけで、銀遊詩人となるものが、しばしばいる。銀遊詩人の中には中断することなく数時間に、渡って、女児詩を暗唱し続けられるものも存在する。時には幼い子供までもがこの人よにして、知を深く覚え込む能力を得る。この波外れて優れた暗記能力を可能とする脳のメカニズムは、どのようなものなのか、研究者の関心が集まっている。 モンゴル語のケサルの文章をロシア語に翻訳したものが存在する。それは1716年以降に北京で印刷されたものを翻訳し、モラビア兄弟団の宣教師、イザーク・ヤーコプ・シュミットが1836年に発表したものである。これに続く形で1839年にはドイツ語にも翻訳された。20世紀に入ると、この他のモンゴル語によるケサルの文書も ニコラス・ポッペやワルター・ハイシヒのような学者たちによって、編纂された。19世紀末から20世紀初めにかけてまとめられ、リン・ザン、特格目犯として知られている、番の内最初の三巻までが、1956年に、ロルフ・スタイン教授により非常に忠実ながら、不完全なわけでフランス語に翻訳された。続いてスタインは、ラシエル・シェイズ・シュール・エル。 エポペイ・イルバーディ・エーユー・チベットと題する600ページに、ノボル隊長を発表した。これは今日でもなお、チベットのケサルの伝承に関する、最も詳細な研究書である。ピーマティアス・ヘルマンス博士は別の版を1965年に、ドイツ語に翻訳している。この翻訳は彼自身が、アムドで収集した文章を元としている。この本には、彼の広範囲にわたる、 研究成果が詰まっており、このジョジ詩は北東部チベットの遊牧民たちの英雄時代の成果であり、アジア内陸部の草原地帯の他の多くの民族との交流の産物であると説明している。また、ジョジ詩の成立はチベットへの仏教を伝播前に遡ると考えており、このジョジ詩の中に古代チベットの天から使わされた王原形に関する表現を見て取っている。 この表現は7世紀から9世紀まで存続した、ヤルルン王朝のカイソラに関する神話にも見られるもので、ある。a h フランケは1905年から1909年にかけてしたらダック地域で、同地域のバージョンの収集と翻訳の活動を行った。英語で、最も入手しやすい翻訳は、アレクサンドラ・ダビッド・ネールによる、スーパー・ヒューマン・ライフ・オブ・ゲザー・オブ・リングで、 1930年代にフランス語、ついで英語で出版された。ケサルの女児詩は、基本的には、チベットの民間伝承の一つであるが、長い歴史を経る中で仏教の要素が取り入れられ、宗教的実践にも用いられるようになった。ある学者が記すところでは、チベットのラマや、僧の間でも、ケサルの女児詩に対する見解には少なからず相違がある。 ゲルカ派の大部分は、女ジ詩ジを認めていないが、一方でカギウ派とニンマ派のラマたちの間では一般に、女ジ詩ジに肯定的で、特に俗チェン派では、グルリンポチェの自責でありまた、仏教の教えを広める手段として捉えている。重要なのは、パプトゥンもチョパに含まれるのかという問いに対する答えが、その人の女児詩シに対する賛否に左右されている点である。しかし一般にパプトゥンら自身は、 女ジ,ジシにちょっと深い関わりがあることを強調し自らを、チョパであるとみなしている。チベット仏教との一人であるウーゲントップギャルリンポチェは、ニンマ派の見解について、次のように述べている、リンケサルをアレクサンダー大王や中国の戦神のような、有名な武王、または武将と考える者も,もいる。また、人々に恩寵を与えるために権限したグルリンポチェの、 手でもたらされたテルトンのようなものだと考えるものもある。しかし、私たちが、リン・ケサルとして知るものの権限の本質は、実は、ダーラ、ドラオーラ。チベットにおける、下級神の俗称の形を取ったグルリンポチェ自身による権限なのである。チョギャム・トゥルンパ・リンポチェもまたそのように、ケサルを捕らえ、ナムカ・ティメ・リンポチェ・ナムカ・ドライムド・リンポチェのために、ケサルを中心に据えた、修行書。 ブッダの自席の演目の海、偉大なるトントゥプにして、エルマの王にして、難敵の巡知者たる戦士ケサルへの日々の祈りを書いた。ナムカは特にケサルに関心が深く、ケサルの兄である、チャツァ・シャカルジャ・ェシャカーの生まれ変わりであると言われ、自分は、チャツァ・シャカルとして生きた記憶があり、ケサルと共に暮らしていたと主張している。ナムカの観点では、ケサルとは三人の主要な菩薩が、具現化し、 だらとして現出したものであるという。後に西洋において、トゥルンパは、自らの世俗信仰体系である、シャンバラトレーニングに、ケサルを盛り込んだ。ロシアの小説、ナイト・ウォッチに、ケサルをモデルとしていると思われる、ゲッサーというキャラクターが登場する。この小説にはこの他にも数々の空想上の、有名人物が登場する。ありがとうございます。